大器晩成ってやつなんじゃない？どうも、息子です。小説書いている。ああ、そうなんだ。時間がかかりすぎですよ。早くしないと。女いたいの、息子に。それは、実の父親ですから。父親ですから。勝負しろよ、勝負をよ。そこで、そうやってお金貸してくれないかって。え？ねえ、なんで時間守れないの？昨日ちょっと遅くなっちゃってさ。月に一度の楽しみはさ。そんな一生懸命父親になろうとするなら、なんで一緒にいる時にもう少しさ。親父さんが持ってきて初版本だから、いずれいい値がつくって、なんか嬉しかったんだろうね。なんで男は今は愛せないのかね。来るって？うん。これから台風だっていうのに。いつまでもなくしたものを追いかけたり、叶わない夢見たり、まだいるって。あ、すごいぞ。行こうか。パパは何になりたかったの？なりたいものになれた？パパはまだ慣れてない。いい話かと思ったよ。残念でした。